大阪府堺市にある仁徳天皇陵前で堺観光ボランティア協会の梶さんにお話をお聞きしました。この仁徳陵の前方後円墳は三重の堀に囲まれており、総面積が約46万平方メートルと言われております。とても想像がつかない数字です。甲子園の野球場が約12個入る大きさだと言われております。この仁徳陵古墳の周囲は遊歩道になっておりまして、これからのシーズンにはよくウォーキング、ジョギングで利用されるコースで、全長が約 2.8 キロ、大人の足で早足で歩いて約40分で回れます。遊歩道に沿って歩きますと、仁徳陵古墳、特に仁徳陵古墳の周囲に14とも15とも言われております小さな古墳があります。これらを梅鳥と呼ばれています。この梅鳥の一つで塚回り古墳という古墳があるんですが、そこは堺市が管轄しておりまして、その古墳からガラス玉で作ったビーズとかお椀とか、その他剣とか鎧の一部等が発掘されております。